こんばんは。最短で稼ぐ方法といってもね、たくさんありすぎて、もう何を話そうかと思って迷っちゃうぐらいなんですけども、一つの例を申し上げます。多分ね、こういうことはあると思うんで、シミュレーションしてみてください。SNS をやっていて、不意にメッセージが来るんですよ。まあ、友達申請なりね、なんかフォローがポンと来るわけですよね。で、友達承認したり、フォローバックしてみると、すぐにメッセージが来て、こんな商材があるんですけども興味ないですかっていうふうに、ビジネスの持ちかけがあったりとか勧誘があったよっていう方結構多いと思うんですよ。さあ、その後の反応ですよ。その後あなたはどうしますかってことなんですよ。ブロックする人いますよね。これセンスがないです。もう完全にビジネスできない人です。向こうから来てくれてるのにその人を排除して、本当に集客に困ってる人が向こうから来る人を排除すればもうビジネスの目はないですね。で、あとはね、うまくコミュニケーションを取って、なんとか自分のね、思いを伝えていこう、もしくは自分のファンになってもらおうとする人、これもいまいちですね。なんか正解のように見えますけど、向こうは売る気満々で来てるわけなんですよ。ですから逆に売られることなんて受け付けてないんですよね。そもそもああいうビジネスをいきなり持ちかけてくるってことは、この人は集客に困ってお金に困ってるわけなんで、いきなりメッセージを送った人からの逆セールスを受けて買うことはないんですよね。じゃあどういうふうにしていけばいいんだということになりますよね。で、私の回答っていうのは一つ参考になると思うんですよ。こういうふうにやります。ビジネスの持ちかけがありますよね。そしたら私はね、とりあえずね、これ素晴らしい商品ですね、素晴らしいビジネスですね、とこれ私にわざわざ紹介してくれたんですか、いや詳しく知りたいですみたいなことで興味を持つふりをするんですよね。あくまでふりです。まあ、そうすると気持ちを良くして、これはこういうプランがあって、可能性がすごくあるんですよと、よろしかったら私のアップラインに紹介しますよとか、こういう風な形になってくると思うんですよ。要するに売れると思ってものすごくね、熱意を込めて私の方に、第2第3のセールスをかけてくるわけなんですよ。その時なんですよ、私の返信っていうのは。これとっても素晴らしいんで、私の YouTube で紹介していいですかと。一応私 YouTube チャンネル登録者数1万人いるんですよ。これぜひ紹介させてくださいよっていうお話をするんですよ。これが以前だったらメルマガの読者が2万人いるっていうことに変わっていたんですよね。その前は Facebook の友達が5000人いるっていう言い方でやってました。私はもういつもいつも発信していて、いつもコメントとかね、見てくださる方がいるんで、あなたの素晴らしい商品、私だけじゃなくってみんなに紹介したいんで、よろしいでしょうかみたいな形にするんですよね。したら喜んで、あ、それはぜひ久保さん YouTube で紹介してくださいよっていう風になるわけですよ。その時なんですよ。はい、私の YouTube で紹介させてもらいたいんですけども、私の YouTube ね、1万人いて、毎日毎日更新していて、で、毎日ね、5、60件のお問い合わせとかがあるんで、ものすごくアクティブなんですよ。ただ私の YouTube で紹介するのって、速稼塾の塾生さんだけに限っていて、塾に入ってない方っていうのは有料で、1通3万円でやってるんですよね。まあ、ですので、これ素晴らしいビジネスなんで紹介したいんですけども、一応ね、紹介してくれってことなんですけども、ちょっとコストかかるんですよ。広告料かかるんですよ。申し訳ないです、その辺どうしましょうかっていうふうにすると、あ、速稼塾入ります、もしくはじゃあ号外広告打ってくださいという形で私のセールスに、まあ、やすやすとね、応じてしまうんですよね。そして私はそのビジネスを紹介するという形でございます。もちろん紹介しますけども、私が入会してるわけではありませんよって言葉を挟みますんでね。そうするとですね、まあそのビジネスに参加する方はいないですよね。もっと言うとね、こういうビジネスがどういうものなのかって普段私の動画で、まあ、いわゆるね、教育してますんで、まあ、簡単に参加することはないですよね。というのが、私は何かビジネスを紹介するときに、これは紹介を頼まれたから紹介してるわけで、私が商品に魅力を感じるかどうかは別の問題ですよと。ですので、まず購入前、参加前に私に個人メッセージで確認を取ってくださいねってことを言い含めてるんですよね。だからそういうことをやるんで、まあ、いきなりね、契約したりとかして変なものを紹介するなみたいなことは起きないわけなんですよね。ということでね、すぐに稼ぐ方法ということでも、いきなり来たメッセージに対する対応も、まあ、これだけ違うんではないかなと思うんですよ。で、その下地として自分が何かで一山当てたってものを持ってないといけないですよね。だからいきなりダイレクトメッセージでセールスを持ち帰ってくるってことは、その人は集客に自信がないんですよ。まあ、ですんで、チャンネル登録が1万人とかね、メルマガの読者2万人なんて雲の上だと思って、うわすごい人っていうふうに、感じてしまうんですよ。まあ、こういうふうなポジショニングを相手にさりげなく与えて、いや、あなたのビジネスすごいんで私紹介したいんですよっていうふうな前向きな意欲を見せてね、でいつの間にかセールスの虜になっているということで、私だけが売り上げを得るというね私だけが売り上げを上げるというオチでございます。だからね、やっぱりね、自分が集客力を持つ、自分がアウトプットを常にしてるっていうのは、まあ、当たり前なんですよ。これがなければどんなに素晴らしい商品を手に入れたところで売る先がないじゃないですか。ですので、
稼ぐ方法の第一歩、そして、第一歩であり、もうラストシーンですよね。だからね、集客に始まり集客に終わるってやつですか。もうビジネスってそれ以外あんまり必要ないと思いますよ。自分で商品作れなくても集客ができれば人の商品をアフィリエイトしてあげることできるじゃないですか。むしろ商品作ってる人って紹介が出せない、集客ができないんで紹介してほしいんですよね。最近でもね、弁護士事務所の事件がありましたけども、そのぐらい、営業とか紹介っていうのはこのビジネスの世界ではものすごい力を持ってるわけですよ。電通も NHK もそうですよね。とにかく発信力を身につけること、これ以外はほとんどエネルギーを傾けなくていいと言ってもいいと思いますね。まあ、それが、稼ぐ方法の答えの一つになると思います。本日は以上ですね。